おはメロチーメロだよマヒメロだよアキトンだよ今日はね、じゃーんたい焼き&お団子です。これをね、今から作っていきたいと思います。こんな感じで、中は入ってます。これスプーン一杯の水入れてください。入れた？入れたら串でよく混ぜます。いちごの匂いする。いちごの匂いするね。そしたらこれは、ホチェ。じゃあのね、いちご大福作ってるから今。お餅作ろう。お餅。いちごちゃん作った隣のトレーが空いてると思うんだけど。あ、こっち？空いてるね。線まで水を入れてください。そしたらそこに餅の素。はい。これ美味しそうだね、なんか押すようにしてしっかり混ぜます。押すようにして餅つきみたいな感じ。手で潰すようにこねて。潰すように。30回ぐらい。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。だいぶ持ちになってきたね。24、26、27、29、30。はい、同じ大きさに分けれるかな。うん、あ、それぐらいでいいね。いいじゃん、持ちだから。このみたらし団子のね、大きさに3つにポンポンって。結構大きくなったよ。いいよ。1個はめちゃめちゃでかいっていう、でかいね。オッケー。はい、オッケー。じゃあ次、たい焼き。つけたい焼き。はい。はい。1、2、3。オッケー。一つ言っていい？結局これ1000までだよ。まあ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 いいよ。まあ説明書通りだからね。そういうことだったんだろうね、多分ね。なんか黒いブツブツがある。黒いブツブツがある。なんやろこれ。うわ、めっちゃ多い。じゃあたい焼きくんのトレー。ギリギリ。こうやってトントンってしたら。はい、そしたら両手でこれ持って左右。1、2、3、4、5、6、7、8、9。オッケー。500ワットで40秒。はい。わかります。加熱します。これちなみにあのこのトレイのまんま。トレイのままね。加熱しちゃっていいから。はい。終わったよー。お、生地になってる。すごい。すごい。めっちゃいい匂いするしね。ね。いい匂い。チョコクリーム。チョコクリーム。作りましょう。1、2、2。入った。そしたらチョコクリームの粉をそこに入れます。美味しそう。あ、めっちゃチョコのいい香り。よく混ぜてください。混ぜ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 。あ、いい匂い。チョコの匂い。たい焼き尻尾から食べる人はな、あれ部屋が綺麗でな、頭とかな、そういうところから食べると汚いんやで。絶対尻尾から食うやろ。いやいや、頭から食うし。じゃあ部屋汚い。どう部屋。何この兄弟、いきなり豆知識ぶっこんでくるよね。仕上げをしていきましょう。はい。お皿みたいなシートがあるから、これね。そう、これいちご大福。いちご大福分半分のチョコクリーム。いやろー、いやろー。それこれくるんってやるといいらしいよ。くるんって。できる。できる。ママやろうか。割れた。何、割った？いちご割れた。出てて。あれみたい。ここに餅の両端を持ち上げてキュッと包んじゃってください。せーの、キュッ。おお。あ、ぽいぽい。たい焼きね。たい焼きの周りをそっと剥がしてほしいんだよね。おお、すごい、かわいい。すごい、たい焼き。でもじゃ、なんかボコってなってる。クオリティ高め。ね。次姫ある。なんかちょっと魚の匂いする、ちょっと。魚の匂い。鼻になんか魚ついてるじゃん。おお。うまくできました。あ、なんかこっちの方がなんか綺麗じゃない？うん。おお、めっちゃあるね。
はい、そしたら、あ、手についた。いいよ。じゃあ、あのスプーンのスプーンのケツで、ケツ後ろ、裏、後ろで伸ばしてなんでケツっていうの。はい、いいんじゃない。うん、いいじゃん、いいじゃん、かわいいね。え、じゃあね、みたらし団子のタレ、タレ右側で、はい。すごいね。鼻に入ってきた。うん、いや、すごい。蜂蜜みたい。はい、そしたらさっき作ったタレにこうなんか何転がすように。たっぷりいったね。まあ、すねひねも。お、うまそう。お、いいじゃん、いいじゃん。ラムネのカップ。オッケー。なんかさ、こういう駄菓子なかった？昔あったよな、うん、うわ、待って待って、すごい、すごい、すごい、シュワシュワしだしたよ。混ぜていい？それね、混ぜんのよく。すごい、シュワシュワしとるね。完成、完成、今までで一番いい感じでできたんじゃない？実食しよう、実食。いいだ。まあ、まあ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 言葉が出ないぐらい美味しい。美味しいのかな。餅のさ、食感とイチゴの味しか。それイチゴ大福やからな。あ、お餅の食感あるんだ。で、しずかかじって、たい焼き。まあまあ部屋綺麗だから、尻尾から食べるもん。うん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 、たい焼きって感じだね。うん、チョコクリームも普通にチョコクリームじゃない？うん、うん、ラムネだね。駄菓子屋さんに売ってる。駄菓子屋さんに売ってるようなね、うん、やつにそっくり。味する。あ、普通にみたらし団子だ。すげえ、普通にみたらし団子や。ラムネとみたらし団子が美味しかった。いちご大福は、まあそれごそうそうお任せしますってことで、よかったらみんなも作ってみてね。